どうも椎名です。ということで突然ですけども僕はマイナスワンという企画もののまあカラオケライブっていうかをやってるんですけども、えー、今回でまあ本当、まあ、実質3回目なんですけど名前としてマイナスワンというのはまあ2回目であのそれを記念してグッズというものをあ作ったので今日ちょっとその紹介に、えー、来ましたでまずはですねあの着てるんですけども T シャツ、えー、こ,こ胸に、えー、まあワンポイント 入ってるんですけども背中、実はもうこうこバカー,ーンとこう、ね、背中にも入ってるんですけど、プリントはね。ということで、バックプリントも入っている、この、まあ、ビッグシルエット T シャツと言われる、だから僕が XL 今、実は着てるんですけども、も僕でも XL でちょっとこうゆとりが、XL なんですよ、いつも T シャツ。の俺ででももそうまあ僕でも まあちょっと大きめかなっていう感じのシルエットであのー、参考資料としてあの女性に XL を着てもらって150160近い女の子に着てもらったらこうみたいな画像とかも多分オフィシャルとかにあるんじゃないかなと思うんですけども、えー、ちょっと参考にしてもらってだから S でも少し大きめというかねっな感じですごい可愛い T シャツになってますこちらの方ぜひ、えー、ということで他にはですねこうパッと見てちょっとグッズがないんですけどと思ったら後ろにありましたあの バスタオル、見えてますかね、皆さん。バスタオル、持っていくそっちに。いいか、バスタオル、すげえでかい。俺の俺が隣に立ってもこのくさですから、このバスタオル、これ、俺が作りたくて、<laughs> どうしても。今回、そのまあこの洋一郎さんとまあ、久々にコラボして。 コロナ禍で「何してますよ一郎さん」っつったら結構忙しくしてるよみたいな感じだったから「そっか忙しいんだじゃあ俺の仕事手伝って」というわけわからない <laughs> 会話をしましてでもともと LINE でやり取りしてて、ね、久々にちょっと絵描いてよなんて話しててで1回描いてもらった絵を僕が修正してもらって直してもらってこうなったとすごい気に入ってますすごい可愛いいですよね、うん、いいデザインだなと思いますけどこれをまあ どうしてもバスタオルにしたかったバスタオルにしたたかった理由としては新しいバスタオルバスタオルってなかなかさよしバスタオル買いに行こうってなんなくないなんないのよ俺はねななんなくてだったらグッズであったらいいなと思って、まあ、私物化してますけどグッズをぜひちょっといい,い,い感じですでバスタオルはやっ,ぱやっぱ大きいバスタオルいいなと思うのでこれ1枚で出てくる君いいと思いますねはいそしてじゃああっち行こうトートバッグこれ取っちゃおうかな トトーバッグありますようんやっぱもうなんだろうエコバッグ時代だよねどうしてもね、うん、でエコバッグも考えましたでもトートバッグの方が好きなのね正直ねあのエコバッグの良さって何も入ってない時にめちゃめちゃコンパクトになるとこじゃないですかめちゃめちゃ畳んでうわこんなちっちゃいのを他のカバンに入れてってなるじゃないですかバッグをバッグに入れてんじゃないですか なんか気ににななるんんですよね逆にね逆か俺もだったらむしろ初めからこの形でいいんじゃないかって思うタイプでと何よりも折りたたみ傘とか畳まない人なんですよ折りたたみ傘なのに1回出したら出しっぱなしの人なんですよあれどうだったあれな俺これ入ってたんだよなこの中にみたいになっちゃう人なんですねでエコバッグも俺もうちょっとコンパクトだった気がするんだけどってなっちゃうタイプなんですよなのですいません僕のわがままで今回はエコバッグも作ってるんですけども今回あえて トトーバッグシンプルに作ってみましたでシンプルなんが合うと思うのこのショップ系のね感じが合うと思うんで是非ね行ってほしいなと思いますそしてもう一個これがね今回作ってみてねあのー、感動しちゃいました可愛くてクッションカバーシンプルにねクッションカバーなんですけどこの中のクッション入れるとぶっちゃけ5000円超えるって言われたのよその作るのに綿まで入れて作ったら 5?5? つってでじゃあもう綿は抜きにしましょうつってで,でも単価が高いのよすごいでもそれでも作りたいってわがまま言いましてで、あのー、皆さんだ何が言いたいかというと綿は買ってくれと中の綿はで綿だけ買おうとするとめちゃくちゃ安いの何この矛盾と思うから本当本当だからそれで是非ね綿は用意していただきたいんですけども、あのー、大体のサイズ感でいうと 40×40 40の綿ああ買っていただければ あぴったしたと思うんでで両面プリントなので家に置くときに黒い方をこうって置いといて隣に白いやつもこうやって置いとくとちょっと可愛いなと思うなのですみません皆さん2つ買ってもらって2つ買うといいと思います、はい、可愛いと思います僕は気に入りましたびっくりしました作るまではえー、クッションカバーですかとか言ってたのこれ作ったのいやもうクッションカバーっすよねみたいになっ,つっててめちゃめちゃ可愛いでっす今回一番可愛いいと思いましたうんいいで間違いなく僕は家で使います はい、ということでございましてクッションカバーですよとはいなって感じですかねで今回ね、えっと、セット販売もあるらしいので、まあ、T シャツとバスタオルのセットか T シャツとトートバッグのセットがあるとで何でセット販売があるかというと少しお得になるよっていうことですねでなおかつ、えー、いくらいくらい以上買ったら得点がつくっていうのもあるんですけどもそれの詳しいことに関しては僕の口からというよりはオフィシャルを見ていただきたいなと思うんですがそのいくら以上買ったらじゃあ何がつくのって話になるんですけども あの覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど2月の14日僕バレンタインデーの時にマイナスワンっていうの多分始めてるんですねもちろんその時のグッズもまだ売ってるんですけどこっちもこれって愛いんでぜひお願いしたいんですけどもそのマイナスワン2月14日にやったものまんまのアーカイブの DVD が多分もらえるとちょっと待ってそれあげるのっていうちょっと恥ずかしいんですけどもえー、らしいので ぜひそちらの方をゲットしてほしいなと思いますってことはですよ皆さん次回また俺がマイナス1をやると今回 2days やりましたよねこの 2days の DVD が 2days のどういう風うにしたものかわかんないけどもらえる可能性がありますよねだこうやってどん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 つながっていくんだろうなと思います えなのでマイナスワンというイベント企画ライブというんですかね、えー、これから先も楽しんでほしいなと思いますそしてえ今回 2Days 見てくれた方、えー、本当トありがとうございました、えー、すごく楽しかったんじゃないかなって今日2日目まだ歌う前なんで1日目はめちゃめちゃ楽しかったんで負けないぐらい2日目も僕は今から楽しんでいこうかなとそしてそれが楽しかったんだったら次の得点になるんじゃないかなと思うので、えー、まずは えー、今回のグッズそして、えー、そのグッズの、えー、いくらいくらい以上買った場合の特典2月14日のライブ DVD とカラオケライブ DVD がつくということなのでぜひご検討くださいということで椎名でございましたどうも。